日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらホットモットのお惣菜5品を食べたいと思います。前にも食べたことあるホットモットのお惣菜ですが、前回の重複するものは省いています。はい、まずはこれは欠かせませんよね、サラダ。続いて金もやしマムルときんぴらごぼう、焼きサバ、あ、5品じゃなかった、6品だ。こちらに白身魚フライとちくわ天が入ってます。どれも美味しそうですね。ではまずこちらのサラダ、チャンネル登録よろしくお願いします。いい、ではいただきます。はい、続きましては豆もやしのナムル。ナムルってあんまり食べたことないんです。続きましてはきんぴらごぼう、これも美味しそうですね。ごぼうが細かい。では続きましては焼きサバです。骨は見当たりませんね、ないのかな。じゃあもうかぶりついちゃいますね。はい、ラストはちくわ天と白身魚フライ。白身魚のフライは結構大きめです。でもまずはちくわ天から食べちゃいます。おー、プル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 なんて遊んでる場合じゃない。ではに食べたサラダはキャベツなどがシャキシャキなのはもちろんですが、そこに豆も入っていることでちょっとコリッとした食感の変化も味わえて美味しかったです。クルトンなどと比べると豆は食物繊維も相乗で得られますし健康にもいいですからね。あ、クルトンが健康に悪いって言ってるわけじゃないですよ、クルトンも大好きですからね。で続きましての豆もやしのナムル、ナムルは本当食べたことがないのでこんな味なのかなっていうイメージがこの商品しかないのですが、ちょっと刺激がある酢の物のような印象でした。それでいいのかな、ちょっと自分にはわからない。続いてのきんぴらは甘辛い味付けで細めに切られているごぼうがシャキシャキとした食感とともに口の中で弾けて美味しかったです。やっぱり和の惣菜といった感じにしましたね。その次の焼きサバはふっくらとした肉厚なサバが骨なしの食べやすさとともに口の中に広がってきて美味しかったです。焼き魚って結構難しいからな、こういう風にお手軽に食べられるのはいいですね。そして最後に食べたちくわ天と白身魚フライ、ちくわ天の方は結構ちくわのもっちりとした弾力が感じられて、白身魚の方は外側の衣がサクサクしていて中の白身魚もサバと同じくらいふっくらしていました。やっぱりお魚はふっくらが美味しいですね。というわけでこの中だと自分はサバ、焼きサバと白身魚のフライ、この2つのお魚がおすすめですので、この2つを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。